こんにちは。マジロメのシャです、今回ですね、日本リーグ2部に現在在籍している富士ミレニアムさんに、来させていただきました。今回は大分県出身なんですけれども、その大分の頃からずっと背中を追い続けている、先輩ですね、の江藤さんです。岩田さんはその専修大学の先輩で、僕の1個上の先輩としてキャプテンを務められて、今富士ミレニアムで、キャプテン。今回は、江藤さんとの試合しかないんですけれども、富士ミレニアムさんは介護の仕事を中心として、皆さん仕事に励んでおり、なかなか時間が取れない中、日本リーグという舞台に挑んでいます。今回江藤さん、試合の方よろしくお願いします。お願いします。Oh!
だろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。優秀な指導者や卓球上級者の視点、感覚を分かりやすく伝え、教え上手な人を増やす活動に取り組んでいます。ご声援よろしくお願いします。